you mm -hmm. じゃはいこんんばんは,はいえー、と前回収録してから今日までの間にもうね世界情勢が大変なことになっていますけれどもはい雅子さんはあのジャーナリストであのご活躍されてた時もあって。 たんですよね、えーはい、<laughs> なんかあのー、私なんかですねフェイスブックだったりとかう,うちはの <laughs> テレビがないので、うん、あの山奥なんでね電波が届かないという線を、ね、引いてこないといけないでね <laughs> そういう大変な作業があったのでもうじゃあテレビはなくていいかということでうち今ないんですねなので、まあ、インターネットからの情報で 見て、まあ、自分でこで情報を取りに行ってというような形で見てるんですけども、まあ、それでもですねやっぱりこう何を信じていいかわからない何が本当のことなのかもわからないし、うん、で本当にこの瞬間瞬間に命がなくなっていくっていうその現実となんかこう,どう,どう自分がどうあったらいいかという。 もすごくこう、うんうん、どういう心持ちでいたいかっていうのはすごく、まあ、不安というか、うん、に思っていてで雅子さんはどういうふうに感じてらっしゃるのかなとあのこれぜひ今日聞きたいなと思ってたんです、うん、はいそうですねもうねなんかねあの長く離れてしまっているのであの皆さんと邦子先生 いや、ほの皆さんと同じような感覚だと思いますね。わずかここ数日間でも、ものすごくこう精神が揺さぶられる感じはするので、うん、その情報、しかもいい情報ではないんですよね、戦争っていう、うんうん、あの信仰にせよ、争うことっていうのは。やっぱりこう、マイナスの情報にずっと煽られてる感じはして、うん、で、 自分の心はちゃんと持っているんですけれどそれでもものすごい大量の情報が押し寄せてくるのでその中ですうんこれあの日常の生活を崩さないというか情報はね皆さん知りもちろん何が起こってるのか知りたいですしあとはまあ、ね、もちろん身近なね お知り合いであったりとか、お友達であったりとか、まあ、してや家族がいる方たちはもう眠れない日々が続いて当然だと思うんですよね。でも、そうじゃないところでどれだけ自分の平常心を保てるかってすごく大事な部分で、情報に毒され、これ、情報にやられるのも私、戦争の悪いところだと思っているので、うそうなんですよあの。世界中にその情報が広まることで、 人を毒すといいいううか、うん、なんて言えばいいんでしょうね情報の渦の中で決してこう聞いて心地よいものではないからその悪い波動に染められるっていう、うん、これも戦争の罪の一つじゃないかなっていうのはあってうんですねただそこに陥らないためにも、うんうん、普段のあの結構私ブログソダンスのブログ書かせていただいてるんですけど、うん、あるいはたまに。 さまざまな SNS で投稿することもあるんですけれどやっぱり自分を大,大切に何よりも自分をまず大切にというか自分を大切にというのはその軸を失わないってことですかねか知りたいってことはもう当然ですし私も知りたくていろいろやっぱり知らないことたくさんありますので調べたり入ってくる情報にも目を傾けたりっていうのはするんですけれど何でしょうね 1>, 1から10まで全部でプログラされるんじゃなくて、どこを知りたくて、うんうんで、どの情報を自分は信頼できそうなのかとか、やっぱり事故がないと選ぶことができないので,、うん、で、ほぼほぼ情報っていうのはフィルターがかかってるってことを大前提に。うん、で発信する側の何らかのフィルターがかかっているので、純粋な情報って いいうのの見つけるのが難しいですよね同じバイアスがかかってますからうんそ,うそこを大前提の上でその一から,から例えば右,の右,右から入ってくる情報はこう言ってる左から入ってくる情報は真逆のことを言ってるえどっち信じたらいいのではなくていろんなまあ情報ある程度見ていると自分の中で、ね、あの冷静でさえあるば 矛盾してるところに気づけたりとかするんですよ。あとはまあ歴史的、まあ、歴史そのものもこれもちょっと賛美両論あると思うんですけれど、歴史も後に残った人たち、あるいは勝者が書いてるものだったりするから、歴史そのものもどうなのっていうところはたくさんあると思うんですよね。でもま,あ、まずはそうこう全部にこう疑いかけてても。 したとき信頼できそうなところを自分でまず、そこからアプローチを始めて、軸だけを知っておくってところですかね。うん、うんだから、切り捨てていい情報っていうのももちろんあって、うん、そ,うそういう部分だけ、まあ、これは戦争に限らないと思いますけどね、あのコロナにしても自然災害にしても、やっぱり次から次へと。で 次から次へと新しいニュースを扱うのがそのメディアの仕事だったりするので、うん、メディアもただただこう発信していくっていうのをがお仕事だと思っていただいてうん、うん、選ぶ、あのそれたくさん降り注ぐ中から選,ば選ぶ自分には権利があるんだと思っていただいて、うんうん、そうそうそう何を信じたら自分が行動しやすいのか、うん、何を信じたら自分が 安心をもとにこう冷静に考えられるのかっていうところもすごく大事ですよねうん、うんで。もしかしたらお隣の人と捉え方って違うかもしれない。それはまあ対話でど,どうしてそう思うのかっていうのを付け合わせていけばいいことだと思うので、持ってる情報が違うからといってそこで争わないという。だからいろんな意味でね、この戦争というかこう、ね、あの争い事の ニュースっていうのは本当にその戦場にいない人たちにもこの情報で毒素と言ったら言葉が悪すぎるかもしれませんけどやっぱど決して聞いて心地よい情報じゃないってところは繰り返しますけれどうんハッピーなニュースではないもちろんないのでこれも戦争の一つのなんて言うんでしょうかね 兵器ののようなものかなもかと思いますね気がつかないうちにそういった、まあうん、被害じゃないけれどもそういう影響をすごく受けてますよね。そうですね、うん、本当に特にね映像のメディア、まあ、新聞とかねああいう読むものもある程度繰り返し読んでるとっていうのはあるかもしれないんですけれど、うんまあ、SNS とかもそうですかね。うん、SNS は、まあ 映像も一緒にくっつけることできるみたいですけどでも特に映像のメディアは手元にもう入ってる映像を何回も繰り返し同じ映像を見せたりするからもうサブリミナル効果といって不安を煽らざるを得ないというか人間の持ってるこう心理状態を揺すぶってくるんですよね。揺、うん、さぶられてるのは ご本人が思う以上に心にダメージを受けているので、うん、長くつかりすぎない。うん、その知りたいことを知るのは大事なんですけど、ある程度離れる時間をきちんと持つってこともすごく大事ですね。うん、あの、巻いてた側の人間、ね、昔、その、発信してた方の側の人間が言うのもおかしな話ですけど、 やっぱりずっとその中にいた私たちですら、そのメディアの中にいた人間ですらど、毒されてくるっていうか、麻痺する状態まで行くので、うん、普通に暮らしている方たちがずっとこのマイナスの情報を降り注がれて、平常心っていうかね、その健康な状態でいられるわけがないだろうなっていう、うんうん、だからこそご自身をちゃんと健康に保つ、その普段の生活をきちんとする。 そこをあの崩さないでいただきたいなっていう。でなんでこれを強くお願いしたいかっていうとこれが揺さぶられすぎた時に人間って正常な判断力をそうそう物事を冷静に考えられなくなったりとかものすごいあの自分でも思ってないようなバイアスがかかってしまっていたりとか、うん、もっと何か何て言えばいいんでしょう原始的な お一人お一人が持っている感覚、うん、あ、私これ嫌だなとか、その五感から感じるこの原始的動物的な本能、うん、そこをすごく大事にしてほしいんですよ。なんか生理的にこれって嫌だよねっていう、こ <laughs> の好き嫌いがどうのこのっていうよりも、もうこれ、例えば戦争って嫌だよねっていう、その感覚がなくなった時が一番怖いので、うんうん、そう、あの、 報復には報復をとか言い出すときってま、うん、結局そこなんですよねまあそこを揺さぶられるすごく切ない材料だったりとか突き刺さることっていうのがもちろんあるからねあの憎しみの連鎖や悲しみの連鎖って始まっちゃうんですけれど、うん、もうそこなんですよね踏ん張れるかどうかの最後っていうのは平常心の中の厳しさを失わないでいられるかってことだと思うので。うん 本当にいつも以上に睡眠をしっかりされて、そうそう、あの食事をちゃんとおいしくとって、で綺麗あの綺麗だなとか、心地いいなとか、好きだなっていう感覚を失わずに大事にされてほしいなって思いますね。本当ですね、うん、あの、まあ 私はそのピッチのことをいろいろ調べていく中でその440ヘルツがその世界基準になった年っていうのが1939年なんですね、えー、その第二次世界大戦の開戦の年っていう、えー、あその何でしょう音楽のことを 調べたりとかその歴史的背景っていうのがすごく、うん、音楽に影響しているのでどうしてもそこ切っても切り離せない、うん、でその時代ってどんな時代だったんだろうっていうのを、まあ、少し昔よりはこう今知って、うん、本当にそのなんでそういう世界大戦とかっていうのが始まったのもこうきっかけ一つの小さなことだったりとか、うん、そういったことがいろん 本当雅子さんのお話聞いててそういった情報がどん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 その不安を煽ってとかこうみんながこう揺さぶられてっていうことがそういった世界規模の争いにつなっ繋がっていくんだなっていうのをすごく、うん、感じているので本当に今私たちがましてやその離れたところにいる私たちが冷静な判断を こう見え失わないようにするっていうのは、本当に大切なことだなっていう風に感じました。うん、やっぱり常にね。こう流れてくる情報に自分もこう揺さぶられてしまうので、うんうん、あのあったなってまあ、今話聞いてて自分も思った。以上に揺さぶられてたんだなっていうことに気づけたので、うん、本当に良かったです。ありがとうございます。大切な話を。 3日目4日目ぐらいになってくるとわずか3日4日だけでもああいう砲弾が飛び交うシーンだったりとか、うん、こう眺めたりしているともうねかなりこう心って蝕まれてくるんですよね、うん、我々現場にいる時って本当に報道センターがいてもう AP ロイターがひっきりなしに映像ですけどあの砲弾を だったりとか、もう爆撃のシーンだったりとか、破壊のシーン、あるいは死体の山だったりとか、平気でもうずっと垂れ流しの状態で流れてますし、もうけたたましくね共同通信のピーコがあの新しい情報、はい爆撃がどこどこであって何になくなりましたっていうのが、こうずっとなんて言うんでしょう、そのシャワーにつかりっぱなしの状態にいるっていう。なので、麻痺して。 まなんか感覚がこう麻痺してくる。で、それ、なんて言えばいいんでしょう。一番怖いのはそこで、それが何とも感じなくなったときが怖いというか。そう,んうん、うん、そうそうそう、その数を聞いてもない。いや、一人死んでも大変なことなんだで、うんうん、人も亡くなる。だって、関係のないことで一般市民が一人でも巻き込まれるって、うん、大事なのに、それが、 何百人何千人あるいは何万人ってなって平気で聞いていられるっていう、うん、なってきた時はやっぱり怖いんだそうだからそのえっていうそのえっていうご本来備わってる動物的な感覚を大事にしていただきたいなーって思いますねまずは一人一人が自分の 心と体と大切にして、はいきたいですね、うん。そうですね。私たちはね、笑顔でいることも大事だと思います。うん、はいそう。なんかね、なんて言い,いでしょう。無理やり作り出した力じゃなくて、人間本来に備わってる力で打ち勝ちたいですよね。で、それが綺麗事ことって言っちゃう前に、 やってかないとってていいかなとう感じです本当にの日本の皆さんたちもいろいろご自身ができることをやられてる方が周り私の周りにもたくさんいらして素晴らしいなって思うんです。だから何て言えばいいんだろう。多分その本来持ってる感覚でこれはおかしいぞってなんか自分のできることはって動き始めた方たちだと思うんですけれどでも、えー、じゃあ何をしたらいいんですかっていう方たちにもできることって言ってそれは本当にご自身と。 今ある生活を大事にして、そのご自身の笑顔を失,お笑顔を失わないこと、うん、そして心に余裕を持って、冷静に物事を見る目を失わないでいることって、嫌なものは嫌だなってはっきり言える力を持ち続けてくださることって、うん、そこがやっぱりすごく大事だと思いますね。それを嫌をなしに奪うっていうのが戦争なので、そこで負けてほしくないというか、負けてくない。うん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  そう,そうですね。武力だけで来るんじゃなくて精神的にも破壊してくるのは戦争なので、うん、そこには負けないぞっていう気概を皆さん持っていってほしい、うん、愛の力というかね、今、はい、いいご自身、あるいはご家族だったり、うんう、まず身近な方たちは大切に、もちろんその当該地に大切な方たちがいる方は、あのね、我々も一緒に祈らせていただきたいと思うので、うん、本当に まずはご自身をっていうところですかね。うん。よかったです。お話をいただいて、はい、ありがとうございました。いしたこちらこそありがとうございました。今日も皆さん、いい夢を見て、また、気持ちよく目覚められますように。じゃあまた次回。 はい、はい、よろしくお願いします。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。